さあ今宵もやっていきましょう。まあ、本日の事件のポイントとも言えるものの一つがこの窃盗被害っていうところも関わってくるんですけど、意外とね、こう検挙率っていったらどれぐらいっていうと、皆さん知らない方も結構多くいらっしゃるので説明させていただきますと、窃盗全体で言うと 30% 前後なんですよ。年度によって異なってくるのでちょっと幅を設けておりますが、ちなみにね、自転車の窃盗が最も検挙率が低くて、だいたい 5% から 6% ぐらいなんですよ。っていうところで言ったらね、自転車が全体のパーセンテージを下げているっていうところもあるんですけど、空き巣被害で考えると 50% から 60% で推移をしております。で、その空き巣の中にも2種類あるんですよね。非暴力型と暴力型の2種類がございます。まあ、数年前に結構流行ったので言うと、結構牛丼屋とかも狙われたんかな、窃盗団っていうのがあったんですよね。中にはそう、海外の方がこう夜な夜な車でバンと押しかけて一気に窃盗していくっていう窃盗団っていうのがいたんですよ。それはね、意外と暴力型に属します。意外とね、古き良き日本の窃盗の人、あんまね、そんな言い方しないかもしれないですけど、は非暴力型になる傾向は多いのかなというようなところで、ではではでは、これから事件についてお話をさせていただきたいと思います。まず最初にチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この事件は千葉県習志野市赤根浜女性殺人事件でございます。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まず最初に事件の概要で、2番目にどういった経緯というか時系列で事件が起きたっていうのを皆様にご説明させていただきます。そして警察の捜査で、4番目がね、もうすごい肝になるんですけど、衝撃的な展開がここであります。そしてエピローグ、まあどちらにしても、まあ未解決事件ではございますが、ほぼほぼ全貌が見えていると言っても過言ではないと思います。では行きましょうか。事件概要をご説明いたします。2013年6月24日の午前10時ごろ、千葉県習志野市赤根浜にて彼女が発見されます。発見したのは、その周辺を清掃している清掃員の男性の方が発見されるんですね。で、服装は黒の T シャツ、そしてベージュのズボンで、ハンドバッグとショルダーバッグを持っておりまして、で周辺には彼女の所持品がいろいろと散乱していたんですよ。で、財布からは小銭を含めてお札も全部抜き取られていたんですよ。で、彼女のご遺体は遊歩道と緑地帯を仕切る高さおよそ 1.5 メーターの生け垣の奥の茂みの中に引きずり込まれるように、そこに遺棄されていたそうでございます。また被害者の首には圧迫された跡があったことと、激しく争った形跡もあったことから、これはちょっと事件性が高いんじゃないかっていうところで、警察が捜査本部を設置して捜査していくこととなります。では事件の流れに行きましょう。その前に、彼女は派遣社員として自宅から割と近いところにある食品加工工場に勤務をしていたんですね。それを前提でちょっとお話をしていきますが、事件前日の23日なんですが、正午お昼まで自宅マンションで行事があって、彼女はそれに参加していたんです。そして午後9時ごろ、現場近くを歩く姿、それが防犯カメラで確認が取れているんですよ。あれ、なんで午後9時、夜中じゃんって思うと思うんですけど、彼女は食品加工工場で働いてるって先ほども言ったんですけど、10時から働くはずだったんですね。でもその日彼女は出勤しなかったんです。で、不審に思った同僚の人が電話をするも繋がんなかったんですよ。ちなみに彼女は非常に真面目な性格で、そういう欠勤とか連絡なしっていうのは一切なかったそうでございます。ではまずこの図を見ていただきたいんですけど、
まずその自宅から現場、そして勤務先、まず自宅から勤務先まで、まあ、4キロ規模ありまして、自宅から現場が、まあ、大体徒歩20分で、現場から勤務先が徒歩33分ぐらいの距離ですよというような状況なんですけど、で行ったことがある方は分かると思うんですけど、意外とね夜暗いんですよ。私結構行ってるんで分かるんですよ。船橋競馬場もあって、競馬やんないですけどでこの現場って書いてあるところに今イケアがあるんですよ。昔はねザウスがあったんですよ。ザウスで夜間ね車で乗りつけて、その車で見る映画とかもあったんですよね。まあちょっと切ない話なんですけど、男2人で見に行って、ちょっとね周りカップルしかいなくて、すんごい切ない思いをしたっていう、まあモテない男の差がと言いますか、まあ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 それはいいとして、なので結構行ってるんですよね。これ湾岸道路もあって357かな、相当行ってますんで私。現場の状況はもう手に取るように分かりますよ。なので夜間ねほんと人いない、暗いし、そのララポートとかもあって昼間はすごい人通りも多くて目立つんですけど、ただねその工場っていうかそういうのがたくさんあるんで、もうほんと夜間はね多分もうほんと真っ暗で人通りもないんでっていうような現場なんですよ。多分ねその勤務中じゃなくて通勤中にやられたんじゃないのかなっていうふうに見られております。はい、それでは警察の捜査について説明をさせていただきますが、まあちょっと時間帯が夜間っていう、先ほども言ったんですけど夜間もうほんと人がいないんですよ。もう幾度となく、まああの周辺に住んでるわけじゃないですけど、幾度となく行ってますんでもう全然わかるんですけど、もうほんと人通りがないんですよ。で目撃情報も少なく難航すると、まあ少ないっていうかほぼ皆無で、延べ捜査員5万6000人で捜査を行うんですよ。でビラを配ったりもするんですよね、ビラ撒いたりとか。でも情報が全然得られなくて未解決事件となってしまいます。で2014年の2月26日にこの案件は懸賞金300万円となっていきます。でも何の情報も得られずというような状況でございます。はい、ここからとんでもない衝撃的な展開を迎えていきます。2016年3月3日、窃盗容疑で府中刑務所に服役していた当時50歳の中国籍の男性がこの事件の容疑者として逮捕されます。で、その理由は何だと言いますと、県警はずっとやっぱりね、この長い期間、周辺の防犯カメラずっと解析していて、あと遺留品の捜査もずっと続けていたんですよ。そしたら遺留品の中に若干その微量の DNA が含まれていたんですよね、他人の。ちなみにその被害者女性っていうのはものすごく首を絞められただけじゃなく、揉み合った跡もあったんで、それでついたんじゃないかとも言われてるんですけど、でこの府中刑務所に服役していた中国籍の男性の DNA と一致したんですよ。で照合していくと、その日なんとちょっとどこでかは詳しくは分かんないですけど姿があったとも言われております。それが決め手となってこの男の逮捕に至るわけです。はい、この犯人なんですけど、まあその事件前に現場周辺に住んでいたんですけど、事件直後に転居していたんですよね。ただこの女性と男性の間に面識はなかったというようなところで、まあ一生懸命取り調べをするんですが、まあ自白も出ないで、物的証拠も出てこない、まあやっぱり期間も経ってるし、その当時はやっぱその周辺に監視カメラ、その現場にね監視カメラもなかったっていうところで、その県警の捜査も虚しく、3月24日に釈放になっちゃうんですよ。勾留期限を過ぎてしまうっていうところなんですけど、でその一番大きな理由が在留資格が切れていたんですよ。で身柄をこう釈放させるとともに
その入国管理局に引き渡しをして中国に退去させることになるんですよ。いやもうすごい辛いよね。で6月にはもうそういった背景から不起訴処分となる。まあ無理やりにでもやっておけばよかったんじゃないのかなっていう気はしないでもないんですけど、ただねやっぱ裁判ってなると疑わしきは罰せずっていうのが大原則になるんで、であと結局もう罪に問うことはできないんですよね、日本に来ない限り。でもう逮捕、二度と逮捕できない理由としては、そう、日本と中国の間に容疑者を受け渡す国際ルールの犯罪人引き渡し条約が結ばれてないっていうことが最もでかいんですよ。このあと物的証拠が出てこようとなんだろうと、もう本当逃げ切れたっていうような状態なんですよね。しかもね、逮捕のニュースが出た時、この男もリアリってニヤついてたんですよね。もう多分その辺分かってたんでしょうね。すごくもう犯人がほぼほぼもう確定したような状況なのに、ちょっと歯がゆいというか、なんというかっていう。でまあ最後私の意見みたいになっちゃうんですけど、いやちょっと法律っていうがんじがらめの中でストレッチが効かないっていうのがね、ちょっと良くないなとは思いますね。あと国際的なところ、あそこどうにかしないと結局浮かばえないよねっていうふうに強く思いますよ。であとやっぱ最初の方でも言ったんですけど、海外のそう窃盗団って意外とね極悪な人がやっぱ多いんですよ。バブル期もいたんですよね、中国窃盗団っていう青龍刀を振りかざすような、もう居合わせた青龍刀でスパンと行かれるみたいな。でこう今からどれぐらい前ですかね、8年ぐらい前からこう牛丼屋さんとかそういうところをメインとして窃盗団もいたしさ、なんだろう、結局捕まってないのも大半なわけでしょ。で窃盗で捕まるのって大体6割5割から6割大体半分ぐらいは逃げ切れてるわけじゃんって。でそんな中こう何の巡り合わせか分かんないですけど、すごいチャンスがあったんですよね。これはもう被害者のこう怨念というか気持ち、そういったものが結ばれた瞬間だったのに取り逃がす。多分ね警察検察側も文句言いたいのは山々なんですけど、多分歯がゆかったんだろうなとは思うんですけど、何よりもねこういう時にストレッチを効かせるっていう法律、まあ国際的なもの、そういったのがあって欲しいなって切に思いました。ではではでは、ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。